国道464号終点千葉県成田市、不動協交差点国道464号は、千葉県松戸市から千葉県成田市に至る一般国道である。全区間、千葉県内の路線で、起点の松戸市から西に進み、千葉県の西地域に属する、葛南地域の船橋市や印場地域の印西市などを経て、終点の成田市に至る路線である。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り、県道53号船橋松戸線、県道58号鎌ヶ谷市川停車場線、県道302号鎌ヶ谷元野線、県道66号成田印西線の昇格による、国道464号、千葉県印西市萩原坂田交差点付近松戸市、市川市区間は片側1車線区間が続く。 松戸市内は生活道路としての側面が強く、信号の間隔も短いため流れは悪い。千葉県道51号と交差する高塚十字路を越えると沿道には利園が多くなり、市川市区間においては大町なし街道の愛称が付与されている。鎌ヶ谷市、くぬぎ山交差点から鎌ヶ谷消防署前までは事実上東西に分断となっており、 神京成電鉄神京成線の踏切と新鎌ヶ谷地区の開発が重なり、鎌ヶ谷市内においては渋滞が慢性化している。なお、松戸方面から成田方面へ向かうには本線通り走行することが可能であるが、初富交差点は南北方向からの右折が禁止されているため、成田方面から松戸方面へ車両により本線通りに向かうことはできない。現在、 このすべての問題を解決すべくあのバイパスの建設を計画。鎌ヶ谷市、鎌ヶ谷消防署付近からは、北千葉道路に指定された区間が整備されており、片側に車線の一般部が整備されている。この先、千葉ニュータウンエリアまでは、北総線の線路を挟む形で上下線が方向別の一方通行となっている。また、印西市内の千葉ニュータウン中央地区印西、牧野原地区は、 ジョイフルホンダ、イオンモール千葉ニュータウン、カインズスーパーセンターやコストコなど、大型商業施設が、相次ぎ開業したことによる、渋滞対策として、北千葉道路専用部が、先行整備されており、一般部と合わせ片側3から4車線により、共用されている。北千葉道路専用部にあたる区間は2012年5月より、順次開通している。2017年2月19日に、 印西市の若萩交差点から成田市の北須賀交差点までの振動が開通した。これに伴い、印西市の鎌まり交差点から瀬戸交差点、瀬戸交差点から坂田交差点、坂田交差点から北須賀交差点の3区間が国道の指定を外れている。大町なし街道の標識千葉県市川市大町北、千葉道路千葉県印西市萩原千葉県松戸市。 和な谷一般国道の路線を指定する政令の最終改整備である2004年3月19日の政令に基づく表記 ABCDEFG2015 年4月1日現在ありがとうございます。